アルプアルスラーンは、セルジューク朝の第二代スルターンである。トゥグリルベクの甥いで、トゥグリルと共に、ホラサーン遺性における、セルジューク家の勢力確立に貢献した彼の兄弟、チャグリー、ベクの息子。長兄に、ケルマーンセルジューク朝の子祖となったカウルドがおり、他の兄弟に、スライマーン、ウスマーン、バフラームシャーラがいた。王朝の名祖であるセルジュークの彦にあたる。 アルプアルスラーンは、トゥルク語で、有望なる、ライオンを意味する名前で、彼の軍事的な武勇や、戦闘技術を称えて名付けられた。即位に最初アッパース朝カリフから下された、損傷により、偉大なる、スルターン、王朝の腕、勇敢の父、アルプアルスラーン・ムハンマド、信徒たちの司令者の証言者と名乗った。アルプアルスラーンは、父チャグリーベークの後を継いで、 1059年にホラーサーンの総督となった。セルジューク朝の初代スルターンであるトゥグリル・ウェグは彼のおじである。トゥグリルが亡くなると、アルプ・アスラーンの兄弟であるスライマーンが継承しようとしたが、アルプ・アスラーンとトゥグリルのいとこ、クタルミシュは共に反対した。その後、アルプ・アルスラーンは、クタルミシュとも王座を争ったが、結局はアルプ・アスラーンが勝ち。 1064年4月27日に、スルタンの座を受け継いだ。これにより彼は、アムダリア側からチグリス側に至るイラン地域の支配者となった。アルプ・アルスラーンは、ムスリム初期の時代において、最も有能な政治家の一人に数えられる、ペルシア人ミザー・ムルムルクを最小として徴用し、派閥争いを抑えて、帝国の強化に当たった。 領域が秩序と安全を保てるようになったところで、彼は地域の代表による会議を召集し、彼の息子マリクシャーを後継者とすることを宣言した。そして彼はイバシレオス教会の財産を狙って、自ら騎馬隊の先頭に立ってユーフラテス川を越え、カッパドキアの州とカイサリアを略奪した。彼はそのままアルメニアとグルジアに進軍し、1064年には征服した。 あとに、アルプアルスラーンは、王座を争ったクタルミシュの、息子スライマーンイーブンクタルミシュを、北西方面のいくつかの属州の総督に任命した。その後スライマーンは、セルジューク朝から分裂して、ルームセルジューク朝を起こしている。スライマーンの記述によると、アルプアスラーンは、クタルミシュと争ったものの、クタルミシュが亡くなった時には涙を流して惜しんだという。 マラーズギルドの戦いロマノス4世ディオゲネスに屈辱を与えるアルプアルスラーン1068年アルプアルスラーンの遠征軍は東ローマ帝国を侵略してシリアに向かった東ローマ皇帝ロマノス4世ディオゲネスは自ら兵を率いてキリキアにおいて侵略者を迎え撃ったロマノス帝自身が指揮した2回の戦闘とマヌエル・コムネノスが指揮した戦闘との 計3回の激戦が行われた結果、アルプアルスラーンのセルジューク軍は敗退し、ユーフラテス川の手前まで退却した。1071年、ロマノステーは再び戦闘を起こすことを決意し、フランク人とノルマン人だけでなく、トゥルク系クマン人も、傭兵とした4万人の軍を集め、アルメニアに進軍した。ローマ軍は、セルジューク軍とは、 バンコの北岸に位置するマラーズギルドにおいて衝突した。アルプアルスラーンは和議を望んだが、ロマノス帝はそれを拒否したため、マラーズギルドの戦いと呼ばれる戦闘となった。戦いの結果は、ローマ軍内部の裏切りとトゥルクの騎兵隊の威力によってローマ軍の完敗となった。ロマノス四世は捕虜となって、アルプアルスラーンの前に連れられた。アルプアルスラーンは、 ロマノフ帝を寛容に扱い、和平を約束した上、丁重に護衛の兵をつけて釈放した。二人が会見した時の会話は、記録が残されており、有名である。マラーズギルドの戦いで、アルプアルスラーンが勝利すると、彼は、キカのセルジューク長軍を構成していた、トュルクメン系の諸公たちを多数東部、中部アナトリアに入植させた。これにより、 ダーニシュマンドアサをはじめとするオグズ・トゥルクメン系の諸公たちの諸領がアルメニア周辺異性に分立し、後のルームセルジューク朝、カラマイクン広告、オスマン朝をはじめとするアナトリアのトゥルク化の端緒となった。これによりアナトリア内陸の諸都市や地域がトゥルク系遊牧民に支配を受けるようになる。エドワード・ギボンなど多くの歴史家はマラーズ・ギルドの戦いを 東ローマ帝国の衰退の始まりとして記述している。アルプアスラーニアその息子、マリクシャーの権力の支えは、軍事力だったが、そのための帝国内部の問題は、有能な最初、ニザームルムルクが対処して、スルターン制度を強化する特有の政治制度を作り上げた。制度の一つは、セルジューク朝の王が直轄する、軍用地を決めたことである。軍用地から得られる、 農産物と商業にかかる税収入が軍隊を支えたので、アルプ・アスラーンは征服した領土からの年貢に頼らずとも常備軍を持ち、遠征を続ける費用を確保できるようになった。また、軍用地を定めたことで、遊牧民であるトゥルク民族が支配下のペルシア人をはじめとする定住民族が蓄えた資産を徴収できる土台ができたと言える。マラーズ・ギルドの戦いに勝ったすぐ後、 アルプアルスラーンは、セルジューク家の発祥の地であるマーワラー・アンナフルに、向かい始めた。彼は強力な軍隊を伴い、アムザリア側の川岸まで進軍した。この川を渡る前には、いくつかの砦の攻略が必要だったが、その一つが、ホラズムの総督ユースフ・ブールーザミーが守る砦だった。ユースフは何日かは持ちこたえたものの、結局は降伏し、捕虜として、 アルプアルスラーンの前に連れられた。そこで残酷な処刑を命じられたユースフは探検を取り出してアルプアルスラーンに襲いかかった。アルプアルスラーンは護衛を制して自ら弓を取り出したものの足を滑らせて矢を外しユースフの探検を胸に受けその4日後に亡くなった。1七十二年十二月十五日十二歳における死であった。彼は 護衛を制した自らのうぬぼれを後悔し、そのことを死の間際に息子に伝えたと記録に残っている。遺体はメルブに運ばれ、父チ,チ,チャグリーベグの隣に埋葬された。墓碑には次のように刻まれている。トルクメニスタンでは2002年にカレンダーの月名が変更され、4月をアルプアルスラーン月と呼ぶことになった。ありがとうございます。